はいどうもバーチャル YouTuber キズナアイです。私にもオリジナルな曲があったらなーって思いまして、こんなアプリ見つけちゃいました。でれん、アンペアミュージック。このアプリを使って曲を作りながらいろいろ遊んでいきたいと思います。なんとですね、このアプリなんかいろいろ入力していくだけで著作権フリーの完全オリジナルな曲をすぐ作ってくれるという私ばりに優秀なアプリです。ということで早速いってみよう。まずはシネマがいいですね。映画っぽい曲で、英語が読めないよ。まあ、適当にイピックドライビング。よし、あ、5分ぐらいね、ちょっと長めに。え、これだけでいいんですか？これだけで作ってくれるんですか？あ、出てきましたよ。これをプレイ。あ、やばそう。この曲はなんていうんだろう、もう追い詰められてて、もうちょっとで敵を倒せそうなんだけど、その敵のボスが強くって、こう連絡が取れなく、どうしようみたいな、こう仲間がどんどん死んでいくっていう状況ですかね。それじゃあちょっと行ってみよう。おいマイケル、そっちは大丈夫か？おいマイケル、マイケル、そっちの状況はどうなんだ？マイケル、生きていたら連絡してくれ、応答してくれマイケル。あい、ごめんなさい、もう僕はちょっとダメみたいです。金と銀の松ぼっくり見つけてあげたかった。うん、マイケル、マイケル。こんな感じですかね。これ本当に今作ったんですか？実際にある曲じゃないんですか？なかなかやりよるな君。え、じゃあちょっといろいろ、ちょっとせっかくなんで作ってもらおう。次はもうちょっと明るい曲作りたいですね。ハッピーな感じの、ハッピーハッピーみたいなね。次はさ、クラシックロック。あ、ハッピー、ちょうどありましたよ、ハッピーハッピー。じゃあせっかくなんでね、ハッピーな曲作っていただきましょう。チャラララララララ、できたみたいですよ。絶望からハッピーに移動しましょう。あー、あ、確かにハッピー、なんか爽やか。これで出るならどんなだろう。なんかでもこう、なんかサーフィン軽々してそう。ということでサーフィンやるぞ、行ってみよう。サーフィン乗っちゃうぜ、波乗っちゃうぜ。今日は天気がいいな、俺かっこいいな、俺のファンのオナゴたちも見ているな、いい感じだな。キャー、マイケルかっこいい、こっち向いて手振って、キャー。しょうがない、子猫ちゃんたちなら投げキッスでもしてやるか、キャーみたいな感じですかね。え、違う、私もなんか違う気がしますけどね。じゃあこれが最後ですよ。次はどっちかいくな。90年代のポップ、これは英語読めないぞ。ブローピング、はい、ちょっと単語の勉強からねしていきましょう。本当に、はい、出来栄えはどんな感じだい、貸しておくれ。眠くなってきますね。なんかこの曲はどちらかというと別れ話とかそっち系だと思うんですよね。なんかこう不倫してて、実はこうそれを隠してたんですよ。それを打ち明けてこう別れ話に持っていきたいみたいな感じですかね。それじゃあ行ってみよう。ティファニー、実は俺、子供と妻がいるんだ。だからこれ以上は君に会うことができないんだ。ごめん。ジョン、それでもいいの、私はあなたのことが好きなの。2番目でも3番目でもいい。だからこれからも私のこと愛してくれない？会ってくれないかな？気持ちは嬉しいけど、ごめん。やっぱり俺の可愛いベイビーとハニーを裏切るわけにはいかないんだ。もう裏切ってるから、もう遅いから、今から引き返しても無駄だから。ほら、私メンヘラだから、今までのやりとりとか奥さんに送って手首でやって海に流れちゃうかもしれない。いいの、いいの、私を追い詰めた挙句奥さんからは浮気の証拠がバレ、社会的制裁を受けるけど、それでも私を見捨てるの、いいんだね。それは、いや、でも、それでも僕はベイビーとハニーが大事なんだ。嘘、おっしゃい、一週間前に私のことが一番好きだよってマンション買ってくれたじゃない。あの、ちょっと周りの人の目もあるからさ、そこら辺にしとこうか。ちょっと一回ちょっと落ち着いて、そこら辺のレストラン行って、ちょっと個室のところでゆっくり話そう。こんな感じですかね。よく見かけますよね、こういうやつ。うん、ということで最後はね、ほらエンディングの曲
ないですか。だからせっかくなんで実際にエンディングっぽい曲をアンピアミュージックちゃんに流してもらいたいと思います。じゃあアンピアミュージックちゃんよろしく。皆さんそろそろお別れの時間になってしまいました。私キズナアイはYouTuberをやめません。重いわ。いや重い重いよ重いよ重いよ。エンディングって本当にエンディングしちゃうから、本当に私エンドしちゃうから、ちょっと。じゃあいいかな、アンピアミュージックちゃん勉強した。じゃあ改めましてアンピアミュージックちゃんよろしく。ちょっとこれ気に食わないからもう一回だけやって。アンピアミュージックちゃんね、もうちょっと私の好みも学習しなさい。もうちょっとこうね、ポップでキューティーな曲がいいよ。わかった？準備はいいかい？じゃあアンピアミュージックちゃん改めましてよろしく。それでは皆さん、お別れの時間がやってまいりました。また次の動画も楽しみに待っててね。バイバーイ。バーチャル YouTuber キズナアイでした。またね。